藤光さん、藤光さんが起業した理由を教えてください。それ聞きたい？めっちゃ感動するけどいい？めっちゃ聞きたいです。俺、子供たちがもっとアスリートを目指したいって思えるような環境が作りたいんだよね。アスリートは稼げないっていう理由で諦める子供たちもたくさんいるんだよね。その現実っていうのがすごくもどかしいんだよね。だから俺が起業してアスリートが引退後も輝ける、そんな環境を作りたかったんだよね。それでアスリートを目指す子供たちが増えたらいいなって思って。かっこよくて危うく追いかけました。危なっ。俺ないんかい。